皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は戦祭り、山崎の戦い、後編、明智軍で決意の銃弾、お使いなし。いやいやいや、お前これ不具才覚で勝つ気満々。お相手は橋場軍ですが、秀吉は不在。大久保と小西郷を軸とした孤高デッキですね。遠距離兵種だらけだな。この戦に我が心血を注ぐ。山崎の戦いの明智軍に信長と秀吉がいるってどういうこと？時空を超えて参戦してる義時に比べれば誤差ですよ。対戦、よろしくお願いします。栄光もちゃんと主役である光秀につけてますから、お前が大喜びで作った誰につけても大丈夫なカラフル栄光な。ああ、連打して槍さんを騎馬につけちゃった、みたいなミスがなくなります。安心安全カラフル栄光。実用性より安定性を取る遠距離の鏡。いやいや、栄光システムもまだまだ発展途上。これからカラフル栄光が評価される時代が来るかもしれない。まあそれはさておき、ここまで橋場軍で散々知力ダメージに苦しめられてきた冬波軍、明智軍にくら替えしてから知力ダメージが頼もしくて仕方ありません。天格部を打つのが楽しくて仕方ないで。そして同時に相手が橋場軍になったわけですが、とても多かったのが今回のお相手のような遠距離兵種のりですね。前回の動画でもちらっと話したが、乱戦じゃどうにもならないんだよな。近づかれる前にやるしかねえ。ということで、島津家や時には多勢力の力を借りて、遠距離を強くした人が多かった印象です。みんないろいろ考えてるんだな。ではいろいろ話を得たところで晩年、気づいたら戦場に一人残された信長、鉄砲を叫びに耐え、柵を壊して満身創痍になりながら名を打ち返してます。大車輪の活躍だな。ところでこれって山崎の戦いなんですが、本能寺の変って知ってます？本能寺の変の後、光秀は信長の首を必死に探しましたが、ついに見つけることができなかったと言われています。俺の首はやらん、ってのはそういうことか。もし万が一本能寺の変の後も信長が生きていて、何かの間違いで光秀と仲直りしたら、こういう戦場があったかもしれませんよね。100万個譲って生存してても仲直りは絶対ないと思うけど、まあ今回はそういうことにしておこう。秀吉を裏に回して弓をいじめます。知力ダメージのおかげで火力はそこそこありますが、耐久力は据え置きなのでふとしたダウンには気をつけましょう。さあここでお相手の第一手、ここをチャージ開始。私を侮ると死ぬことになりますよ。めっちゃ怖いこと言ってる。小西行長の孤高のマヒアは単体強化、いわゆるゲージ用契約なんですが、中でもマヒアは優秀ですよね。比較的戦果が上げやすいかな。今も光秀が落ちそうになってるし、信長が壁になろうと駆けつけてくれましたが、突すでに落とし、鉄砲は止まっても耳は頭上を越えていきます。守ろうとしてくれただけでも十分さ。あんな目に遭わされたってのに。おのれ小西、光秀の仇。あ、秀吉はマヒアに捕まらないうちに帰ります。やっぱここは逃げる。義時もやることがないので帰りましょう。ここまで完全に空気ですね。実は序盤に油を壊したりしてくれたんだけどな。まあこの試合はここからが本番ですから。というかもう私の中でゲームエンドまで見えてます。まずは流派で式の上限を解放。やりたいことが分かりすぎて怖い。おきろ光秀、とっくにカウンターが始まってると。あんまり遅いと信長公が怒り狂うからな。信長様、あんまり怒ると後で何があるか分かりませんぞ。さあもう何も言うことはありません。右から攻めてくる福島とかも感知しません。兵力も結構減ってますが関係ありません。そのために増援を持ってきてます。この使い方なら黄金光でよかったんじゃないか。いや黄金光に栄光つけるのを忘れちゃって、開幕画面で栄光効果が表示されないのってすっごく寂しいじゃないですか。まあ分かるけど、それに今回の主役はあくまで光秀に栄光をつけてやりたかったんですよ。たとえ黒いとの追加効果が光秀に発動しちゃってもいいじゃないですか。逆に最高武力を強くしなきゃいけない決まりなんてないんだから、誰が追加効果を受けたっていい。今はそういう時代なんです。なりたい自分になれる対戦へ。あ、大久保さんこんにちは。先日はお世話になりました。今は明智軍でやらせてもらってます。国の行く末を見通し、私が人々のしんがりとなる。私も橋場軍にいた頃は維新の古豪で迎え撃ってましたね。迎え撃ててたんですか？はっはっは。見てればわかりますよ。明智軍で撃つ天下部の恐ろしさがね。こちらには式が潤沢にあるので、才覚の現れの前に式7契約を挟みます。ここは明智軍らしく決意の銃弾でと言いたいところだが、信長の兵力がちょっと危ないんだよな。特装の飛行を撃ちたい。ちょっと光秀に交渉してきます。すいません、ちょっと飛行使いたいんですが。本能寺のことは水に流してやるからさ。飛行っていいよって言ってます。光秀が許可する。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。いいか義時、お前が許可してるんじゃないんだぞ。光秀様のお許しがあってのことなんだからな。これは山崎の戦いだ。さああとは才覚の現れを打つだけ。夕波見の方で足りますね。突撃で小西を粉砕しつつ夕波ゲージ回収。ちなみに彼は豊臣の中心、関ヶ原は西軍で参加してます。許せ小西、こんなルールを作った瀬川が悪いんだ。四股の追加効果で兵力も万全。ここからはあっという間ですよ。橋場軍に引導を渡しましょう。今号令を打ったのが橋場軍の対象なんですが、あっと早い早すぎる。福島の工場なんて関係ない。フグを打ってからたったの5カウントだ。大戦、ありがとうございました。変化を収め、これは遥か天井を見る。これが英傑版山崎の戦いです。歴史はどうなってんだ歴史は。
ご視聴、ありがとうございました。